DJPYZ って出てきますね。さあどうでしょうか、NZDJPICL。 セールと出てきましたね。あ、これは難しいところですね。ああ、下がってきた。ね、こう上がってた。当たりましたね、これね。ああ、出てきたシグナルが。ね。どうですか、これも。ね。続きですけどね。私はね、バイナリーオプションでスペシャリスト者ですけれども、私ね、ビーコングループっていう会社を作ってあるんですよね。今現在最高創始者です、名誉会長ですけども、日本ビジ、あの JB グループっていう会社ね、大会社を立ててますね。大きい会社ですよ。資本金も大きいですしね。中小じゃないですよ。大企業ですよ。大企業の会社立ててます。役所のね、昔は役所のね、日本全部の役所のね、経理とか役所で使うコンピューターね、を作ってましたね。で、日本ビジネスコンピューターっていう会社、僕は名乗ったんですけど、今はホールディングスか JB、JBC とか、ホールディングスっていう会社に名前が変わってますけどね。私が名前を作って、た会社なんですね。大昔ですね。子供の時に会社作りました。さあどうかな。これ勝率いいな、今の。これ見てください、この勝率。全部勝ってるじゃないですか、これ。ね、ちょっといいと思うんですけど。ね、5本のバイナリーオプションにしてます。で、この全部の設定値を教えしますね。こうですね、6です。ファー6です。ね、これは設定はできませんから、皆様とも6だけ設定できますよ。私のは複合型で、いくつも家が入ってます。これ落としちゃったけど、前も買ってたんですよ。1戦買ったんです、始めたの今日。これもう1戦は、だから1戦買ったから1800ね、1850円プラスアルファなんですよ、本当だったら。あ、いや、850円か、850円プラスアルファなんですよ、本当は。間違って切っちゃってね、電源切っちゃってね。私はこんな具合にね、私はここはね、1リットル1万5000のミネラルウォーターを飲んでるんですね。油田持ってました。これ山小屋なんです、研究所なんでね。で、ここが大蔵でね、鉾田市大蔵でね、向こう側に青山に自分のテニスコート200坪程度の土地も持ってるんです。で、テニスコート場ね、それから霞ヶ浦にね、家庭菜園の土地持ってるね、それから役所に新潟で土地貸してますね、駐車場ね、役所に貸してますね。まあ大家さんね、
やってます。だこんな具合に稼げるんで、ね、自分の自家用ジェット機は買えますし、ね、現在50億円のこのミネラルウォーターの油田も持ってるんですね。のとこで投資してるんですよ、いい水で。ね、1リットル1万5000円ですよ。で、それでシャワー、あ、風呂入るとだいたい10万、ね、一回20万ぐらいかかりますから。私、風呂入るときは20万もかかるんですよ、ミネラルウォーターですから。G と1万5000円のミネラルウォーターですかね。ね、100リットルでこれ150万あ15万、ね、かかるんですね。そんなもので私は生きてます。それがないと純度が足りなくて死んじゃいます。体の病気になっちゃう。で勝ちましたね。こんな具合に勝ちましたね。あなた勝っちゃったですね。これすごい、この勝率いいですね、この勝率ね。この通過服の勝率いいな。でね、こんな風に訓練するんですよ。これデモトレードですけど、これ何回もやってね、練習するんですね。何回やっても今勝ってますけど、ね、楽勝でしょ。全部前見てくださいよ。負けてるの外してませんから。全部あの録画撮ってないなんて抜かしてるなんていう詐欺してませんよ。全部報告してますね。時間がもったいないよ、めんどくさいね。負けても出してるし、だけど負けはない全然ないですね。全然負けない。どうですかこのシグナルツール、 1.5 倍楽になりますよ。あの当てにはしないようにね、勝率よく見てね。今勝率 43% ぐらいですからね。見てみましょうか。さあ見てみましょう。こうでしょ。あの勝率は 47% の52、はい、ね、34勝38敗。これだと勝てますね。で上の向きです。今調子いい時ですね。これはもう 45% 以上勝ちがいってるんで楽に勝てる時ですね、今はね。そういう時です、ね、こういう成績ですね。今この通過国は勝率いいんですね。スプレッド差があるんでね、バイナリーの時はあのこの 47% ですけど、もう越しちゃいます。 52% 越しちゃいます。47もいったらもう 55% ぐらいになっちゃうね。そのまま打っても勝ちます。この勝率だとね、そのまま打ってもタイぐらいにはなりますよ。タイタイ勝率今 47% いってたらね、 45% 以上になったらもうだいたいタイになります。そのまま打っても勝ってますよ現在はね。ただそんなしょっちゅうならないんでね、これをそのまま打っても勝ってますけれども、今現在のシグナルはね。そういうことですね。もうちょっと。
起きたぞ。NZDJPY、NZDJPY、ベータって出てきましたね。どうでしょうか。はい、上がってきましたね。よく当たるなぁ、このシグナルは、本当に。ここはどうかな。ね。どうすか、このシグナルまたいいでしょう。これ見て今上がりいいですね。ほとんど全部全勝でしょこれ。1,2,3,4,5 本とも全部勝ってますよこれ、まあ、有利ってやつね。数学5個出てますけど 1,2,3,4,5 個、ね、1,2,3,4 ね、1個終わったのかな、まだか。どういうかね、1,2,3,4,4 個だけ見えるんですね。ねえ。これ、シグナルアドバイス。もうダメで締め切り。もう締め切り。3分の1までですね。もうダメですね。まだ打ってるかな。あ、これ負けたかな。あ、こう、他のも勝ってましたけど、2個、やばいな。もうこれは諦めね。これしょうがないですよ。もう3分の1超えたら締め切りは打ってもダメですよ。予想外でたらめに打ってもこんな気になっちゃう。あれで、古いね、15万のミネラルウォーターっていうのはね、いいことです。ミネラルウォーターだと体にね、吸い込むんですよ。お水がいいとね、体にね、ナチュラルなのね、また汚い油なんかをよくね、溶かしてくれるね。さあどうでしょうか。NZDJPY でしょ。これね。勝ったけどこれきついとこだな。勝ったんだけどね。他どうか。他も厳しくなってきたなぁ。あ、3勝2敗になってるのかもね。上の方で勝ったら勝ったな。1個だけ負けてんじゃないのか、どっちかというと。
かった。負けちゃったかな、これ。いい線だったよな、これ。これはしょうがないな。USB JP だね。57、USB JP。はい。USB JP を入れてみましたね。録画取ってね。さあどうでしょうか。どんなにシグナルが出てるね。もうこれ全然小ですね。全部全然小。いいシグナル出てますね。これも買ってから上がってね。いい具合だ。一回ビデオね、悪くもなく、損もなかったけども、一回動作記録はエラーでできなかったね。一つごめんなさいね、一つだけあるけど、負けてもいないし、勝ってもいない。ね、最後6個取ってました。今度ね、甘酒ね。甘酒。これをちょっと買ってね、甘酒。米から作ってるんですね。砂糖使ってないですね。ね、こんな具合に買ってるでしょ。ね、だからこのツールぜひ利用してくださいよ。80万ちょっと、100万ぐらいしますけど。今まで2020年までリース期間長いですから、1年間のところ、今2年以上取ってますから。2020年12月まで有効。楽でしょ、このツールあれば。今もうこれ全然勝、見てこれ。全勝でしょ、これ。今もうシグナル全部勝ってますよ。一個ずつね、打ってね。それで、よく吟味してね。アドバイスだから。単なるね。今だけです。調子いい時だけです。そういう時でもありますよ、修復的にね。悪いことにもなるから。ね。で、マーチングゲートは絶対やんないよね。マーチングゲームは絶対やんない。
2回目3回目ぐらいだったら少しだったらいいけどね。まあ計算によるとね損ですよ。損になります。それでもはい勝ちましたね。